ほう、ウォーキングイのようなプラ構えの鳥だな。分類は何だ？トリコ、スズメ目座病科、オオザ病属ヌレバザ病種だ。まず、オオザ病属の学名は、メンダシウムアクイラ。意味は嘘のワシだ。そして、ヌレバザ病の学名は、メンダシウムアクイラニグレイド。師匠名は黒を意味する。猛禽類が進出していなかった一部の森林で似た姿に修練進化したため、嘘のワシとなった。ほとんどの座病類は肉食であり、運動日を襲うこともある。ヌレバザ病は、頬の白の面積が広く、他の座病科と比較すると、頭部の黒の面積が広い。メスとオスの色はほぼ同じであり、目視での判別は困難だ。一応、オスの方がほんのり、くちばしの色が濃いが。ヌレ、食えるのか？こいつは、鶏肉みたいなアリと予想した。肉はパサパサであり硬く、噛みちぎるのも大変だ。性格も凶暴であり、肉を取るのも難しいため食べるのは推奨しない。